私の横にありますのが、食大黄こんにゃくという、里芋科のこんにゃく属ですね、の、仲間の、一種ですけれども、一般にはその世界で一番大きな花、実際には花が集まってできた果樹なんですけど、世界で一番大きな花というふうに、よく言われてきた、植物です。で、これは、なかなか、花を見ることができないんですけれども、1991年に、小石川植物園で最初の、株が開花しました。で、その株はですね、間もなく枯れてしまったんですけれども、93年に入手した種から育てたものが、17年目、ようやく、今年開花に至ったということです。で、これはこんにゃく属の植物ですので、土の中に芋があって、毎年その芋から1枚ずつ、葉っぱが出てきて、だんだんこう芋が大きくなるんですけど、何年間かそのサイクルを繰り返すと、最後の年は、葉っぱが出ないで、このように花が出てくるということで、開花に至るわけです。で、これ大変大きなに見えてると思いますけども、重さが26キロ、直径46センチの芋を植え付けて、そこから出た花の大きさが、これになっています。で、現状ですけれども、昨日の1時に、この仏炎苞の長さが朝から1時の段階になるまでに5センチ急に伸びたということに気がつきまして、これはいよいよその開花するんではないかというのでよく見たところ、このヘリのあたりが少し表面に剥がれてきていたのと、この閉じていた仏炎苞とこの付属体ですね、この間に隙間ができていたので、1時間経過観察をした後に、2時に今日開花しますというふうに報道発表させていただきました。それで、夕方7時までに、満開状態になりまして、その時の、直径が、79センチということですね。で、今、今朝も、その直径ほぼ保っておりまして、80センチの、状態です。で、高さが、1メートル56センチ。これはその、基準になる地面からの、差で少しずつ、値が変わってますけど、156センチということに、となって、います。それで、昨日7時に満開状態になってから徐々に、匂いが出始めまして、9時10時頃に、大体その、最大の匂いが出る状態になって、私はすぐそれが止むかと思ったんですけども、ずっとその匂いが出る状態が、今朝近くまでですね、続いていたようです。ですから、今朝皆さん方来た時もハエがこの周りを飛んでいたのが、分かると思います。それで、この、開花の経過としては、開いてすぐ、雌しべが感受性になりますので花粉が受けられる状態になります。で、非常に、臭い匂いを出した、その匂いが、先ほど腐った玉ねぎのようなとかそういう形容されてましたけども、基本的にその林の中で、動物のその死んだ肉を、食べているような昆虫を、呼ぶのが目的です。それで、その昆虫を呼び寄せるんですけれども、夜その昆虫がですね、匂いに、惹かれてくると、ここの中に落ち込んで、閉じ込められた状態になります。それで、ここにある、雌花に、花粉をつける。で、多分、その状態で、1日ぐらい経過するんですけど、2日目ぐらいになるとこれがだんだん閉じてきて、この表面がまたガサガサになってきますので、虫が逃げ出せるようになります。で、その頃に、雌花の上にある雄花、たくさんの雄花から花粉が出て、ちょうど逃げ出していく、昆虫が花粉をつけて、また別の花に飛んでいくと、そういうサイクルを、繰り返すわけです。で、そういうことを、完結するために、非常に瞬間的にですね、この花が開いて匂いが出て、1日ぐらい経つとまたしぼんできて、これが、しおれて倒れるというような過程を、繰り返すことになります。で、植物園では、人工受粉を試みるということで、2年前に、鹿児島で咲いた、実はこれの兄弟なんですけれども、そこでできた花を冷凍保存しておりまして、昨日の夜11時の裏側に、窓を切りまして、で、そこにそのはけ、絵の具の筆で花粉を取ってつけるという人工受粉を、行いました。で、この結果は、しばらく経たないとわからないんですけれども、うまくいけば2、3週間で、脂肪が膨らみ始めるので、これで、花粉がついたということが分かって、その後、数ヶ月経つと、一つの、長さが5センチぐらいの果実がですね、トウモロコシのようにびっしりこうなった状態に、なるはずです。で、その中に、種ができて、またその種をまけば、栽培できるという状態に、